新型コロナウイルスの影響で閉鎖が続いていたフランス・パリの観光名所エッフェル塔がおよそ100日ぶりに営業を再開しました。エッフェル塔はおよそ3ヶ月ぶりに再開しました。ただですね、感染を防ぐためにマスクの着用やソーシャルディスタンスを保つよう義務付けられています。D'autant plus que le port de masque est obligatoire partout, que la sécurité vérifie bien qu'on a les masques et que je pense que toutes les précautions sanitaires ont été prises. Du coup, pour moi personnellement, je me sens bien en sécurité. 25日に営業を再開したエッフェル塔にはフランス国内外から観光客が訪れました。ただ感染防止のため入場できる人数は通常の半分ほどに制限されています。またエレベーターの使用も禁止され、展望台へは階段で登る対策が取られています。